はい、たてきです。今日はですね、適正ウェイトをですね、見積もるときにして重要なスクーバタンクの浮力の違いについてね、お話ししようかなと思います。ダイビングのね、適正ウェイトを調べるにあたって、タンクの違いというのは非常に重要になってきます。日本だけじゃなくてね、海外に行くと別の違ったタンクを使って、浮力の違いを、ね、管理した方もおられると思います。で、今回はですね、海外とか日本で一般的に使われているスクーバタンクをピックアップして、そのタンクごとにですね、どれぐらいの浮力の違いがあるのかなということをですね、ちょっとご紹介していきたいなと思っています。そしてですね、タンクの材質の違いによってですね、水中の中で人間の体にどういう風な影響を与えるのかなというようなところもね、ご紹介できたらなと思っています。そして、動画の最後には、私自身のですね、適正ウェイトの見積もり方の方法なんかもご紹介しようと思いますので、最後まで見てもらえたらありがたいかなと思います。このチャンネルでは、ダイビングや海の話題を中心に、何か皆様にお役に立つような情報がないかなと思って発信しています。もしよろしければ、チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いいたします。一般的にスクーバタンクの材質といえばね、スチールとアルミの2種類になります。そして容量に関しては中に入る空気の容量によってサイズが分かれてますね。これをねご存知だと思います。で、今回はですね、日本でよく使われる8リットルのスチールタンクと10リッターのスチールタンク、あとは海外でよく使われる12リットルのアルミのタンクと、あとちょっとねエアをたくさん使ってしまいますよという人のためのですね、15リッターのアルミのタンク、この4種類でですね、重さと浮力の違いをですね、ちょっと確認していきたいなというふうに思います。ただしね、今回ピックアップしているそのタンクの種類というのはすごくね、大雑把なこう平均的な数値をね、使わせてもらってますので、皆さんが実際に使うタンクと若干違いがあるかもしれませんが、あくまでも目安と思ってですね、見てもらえたらいいかなというふうに思います。まず8リットルのスチールのタンクなんですけれども、これね、重さが約 9.5 キロあります。そしてそのタンクの中にですね、200気圧の空気を充填してしまった場合にはですね、空気の重さが約 1.9 キロとなりますので、総重量が 11.4 キロになります。で、これを海の中に持っていった時にどうなるかというと、マイナス2キロほどね、沈むようになります。次に10リッターのスチールのタンクですが、これタンクの重さが約 12.5 キロで、200気圧分空気を充填した場合には空気の重さが 2.4 キロありますので、総重量は 14.9 キロになります。そしてこのタンクを水中に持っていくと約 3.8 キロ分ぐらい沈むというような感じになっています。ではですね、アルミのタンクになったらどうなるかということですね。海外でよく使われている12リットルのアルミです。これも12リットルのアルミタンクになります。マスコットタンクになりますが、これぐらいの大きさがあるんですね。これですが、タンクの重さが 15.5 キロ、かなり重たいんですね。で、200気圧の空気を充填した場合には空気の重さが 2.9 キロ入りますので、総重量は 18.4 キロ、かなり重たい感じになりますが、実はこれ水中に持っていくと浮力っていうのは下向き沈む方向に0.8 から1キロ分ぐらいというふうにね、計算が成り立つんですね。かなり軽くなりますよね。陸上ではスチールタンクよりも重たいんですが、水中では軽いということになります。では15リットルのアルミはどうなるかというと、これはね、さらに軽くなります。タンク自体の重さは非常に重たいです。 19.5 キロ、そして200気圧の空気を充填した場合には空気の重さが 3.6 キロありますので、総重量は 22.3 キロになるんですけれども、これ海中での、浮力はマイナス 0.5 キロぐらい、1キロあるかないかぐらいの非常に軽いタンクになっているようになります。これはね、まあ、先ほども言いましたが、いろんなタンクメーカーをピックアップした平均値みたいなね、ざっくりとした数字ですので、全てのね、タンクに、当てはまるわけでもないですし、メーカーによって、素材によって重さもね、容量もちょっと若干変わってくるところもありますので、一概に言えませんが、一般的に使われているところの、目安としてね、しといてもらったらいいかなと思います。でですね、これらの目安をですね、見て知っといてもらいたいものはですね、12リットルのアルミタンクからですね、10リットルのスチールタンクに変えた場合にはですね、3キロ分ぐらい、ね、ウェイト量が変わってくるということですね。スチールからアルミに変えたらプラスの浮力がいるし、アルミからスチールに変えた場合には3キロ分ぐらいのスチールタンクが重いからウェイトをちょっと外すとかっていうようなことを考えるということですね。あとはですね、もう一点はエアの消費による、ね、浮力の、ね、変化になりますね。スチールタンクの場合は、例えば200気圧から500気圧まで空気を使った場合に大体 1.8 キロぐらいは、ね、なくなっていくんですが、スチール自体に、ね、マイナス3キロ分ぐらいの、重さがありますので、ダイビングの終了時にでも沈んでいられるということになります。ただしアルミの場合は、200気圧から 500気圧の空気を消費した場合には大体2キロ分ぐらい浮くようになりますので、タンク自体が浮力を受け始めると
というような状況になる場合もあります。なので、ウェイトを、ね、決めるときにはそういった空気の消費量も考えて、ね、ちょっとウェイトを、ね、重めにつけていくという方が大事になってきます。それではですね、そもそもスチールの方がですね、ダイビング最後の方に浮き上がることがないんだからいいんじゃないかというふうに思われるかもしれませんが、例えば海外のですね、水温があったかいところですね、30度とかあるようなところだとするとですね、そもそもウェットスーツがすごく薄かったりとか、そもそもウェットスーツを着なかったりとかっていうような場合の時に、すでに3キロの重みっていうのは結構ね、重たくなってしまうかもしれませんので、アルミタンクの方がウェイト調整がしやすいというようなことがあります。逆に日本のように冷たい海の場合でウェットスーツを分厚いものを着る場合は、スチールタンクのウェイトを一つつけることによってお腹周りにつけるウェイトの、ね、数を減らすというところでですね、ちょっとね、体の水中の中での体の動きが楽になるということもありますので、そういったところのバランスでね、スチールとアルミが使われているということになります。あとですね、海外の方でアルミのタンクばっかり使ってダイビングしてましたっていう人が日本に帰ってきた時にスチールを背負いましたっていう時にちょっと違和感を感じたりとかするかもしれません。もしくはその逆かもしれません。日本の方でスチールタンクばっかり使っていて、海外に突然行ってアルミのタンクに背負った時に、あら、なんかちょっとふわふわするというような感覚になるかもしれません。これっていうのが実は重心がちょっとずれるってことなんですね。こういったイラストですね、ご紹介できるかなと思うんですが、アルミタンクの場合は上に背負っているタンクは軽いので、ウェイトは全てお腹の下につけます。で、お腹の下の方に全部重りが溜まっているので、ここからお腹が引っ張られるような感じでありますね。なので重心が体の若干下にあるんです。この状況の時は前向きの姿勢を取りやすくて非常に泳ぎやすいかもしれません。スチールタンクになった場合には今度は背中に重たい重りがすでに乗っかっている状態です。そしてさらにお腹の方にもウェイトをつけて沈むという感じになります。全体的に体をぐーっと、ね、沈めている状態になりますので、重心がですね、若干体の真ん中ら辺、背中の方に若干移動するってことなんですよね。なので泳いでる時にちょっとね、違和感を感じたりとか、僕の場合には、ちょっとね、体をひねってカーブをしようとした時にコロンとここね、ひっくり返ってしまったりとかっていうことがあったりします。この時のね、重心のポイントっていうのが、変わってくるかなと。これもね、それが好きか嫌いかっていうのも人それぞれそれぞれになってきますので、どちらの方でも あるんですが、まあ最初、アルミからスチールに変えたりとか、スチールからアルミに変えたりすると、ちょっとしたそういったね、重心のズレがあるので、最初ちょっとそれに慣れるのに時間がかかる場合があるかなというふうに思います。では最後にですね、僕の、適正ウェイトの算出方法っていうのを一つ例としてね、挙げておきたいかなというふうに思います。条件としてはまず日本でスチールの10リッターのタンクでウェットスーツは5ミリのフルスーツだとします。この場合ですね、僕の自身の基礎ウェイトっていうのは2キロありますね。それはまあプラスで必ずあるというと。そして機材ですね、レギュレーター BCD とかフィンとかそれぐらいでですね、大体マイナス2キロぐらいあるかなというような見積もりをした上でですね、スチールのタンクが10リットルで空気が入った状態でマイナス 3.8 キロぐらいの重さがあります。そして 5mm のフルスーツは僕自分の場合には大体浮力として最初はプラスの 6.8 キロぐらいありますので、合計するとマイナス1キロ分ぐらい沈むんじゃないかとなると、基礎ウェイト2個つけてるという感じは非常に、バランスがいいんじゃないかなというふうに思うんですよね。ただここでやっぱり考えておかなきゃいけないのはエアーの消費ですよね。エアーの消費で大体150気圧ぐらい使うと 1.8 キロぐらい減っていきますので、ダイビングの最後の方にはちょっとプラス量になっちゃう。となってくると安全停止をするときにね、とても苦しくなったりとか、浮き上がっちゃったりとかするかもしれませんので心配だなと思うので、プラス1キロ2キロ2キロぐらい足すかなというふうになりますので、僕の場合は、日本で 10リットルのタンクで 5mm のフルスーツの場合はだいたい4キロのウェイトをつけようかなというふうになります。次にですね、海外で12リットルのアルミタンクで 3mm のフルスーツのウェイトを着たとします。この状態ですね、僕の基礎ウェイトが2キロあって、機材も同じように、レギュ、BCD、フィンで2キロぐらいマイナスになります。アルミのタンク12リットルで 0.8 から1キロぐらいの、沈む力があって、僕のウェットスーツ3ミリの場合は4キロ分ぐらいのプラス浮力があります。なので、これもね、合計するとマイナス、下向きですね、下向きに 0.8 キログラムぐらいの、ウェイト量になるんですね。これも適正かなと思うんですが、やはり空気の消費がありますので、12リッターの場合は150キロまで使うと大体2キロぐらい、エアが減りますので、基礎ウェイト2プラス、2キロから、横はやっぱり3キロ分ぐらいつけたいなと思いますので、僕はアルミで、3ミリの場合は、5キロぐらいのウェイトをつけようかなというふうに考えています。実際にですね、僕が他のところで、ね、いろんなところでも潜っている時にどういうふうなウェイト量だったかというところを
思い出してみると、実際今それぐらいの量でした。日本だったら、タンクスチルの場合はお腹周りに4キロぐらいで、海外だったら、アルミの場合でフル着てるときは、5キロぐらいつけたかなというふうに感じています。例えば皆さんがダイビングショップに行かれたときに、インストラクターの方とかガイドの方がですね、だいたいウェイトこれぐらいじゃないですかっていうのも、おそらく誤差1キロ2キロの範囲なので、まずそこを目安にしてもらうっていうのもね、とてもねいいことだと思いますし、もしね皆さんが計算できるんであれば、僕がね今まで、紹介した、動画の中にいろいろ計算式が、ね、ありますので、もしよかったらそちらの方を参考にしてみてですね、目安の、適正ウェイトっていうのをね探してみて見てもらえたら嬉しいかなというふうに思います。ということで今日は適正ウェイトを見積もるときに、参考になるスクーバタンクのブレークの違いについてご紹介してきました。ね、皆さんの適正ウェイトをね、調べるときのね参考になればいいかなと思います。はい、ということで今日はこれぐらいにしたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。